小笠原茂美は、昭和9年1月、北海道釧路市で生まれ、奥州梅屋一家阿部で、渡世の道を歩み、任侠道に精進を重ねると、奥州梅屋一家阿部三代目を継承した。平成元年、五代目山口組傘下、司忍率いる弘道会に、三代目阿部一家として加入し、相談役に就任。平成5年、組織名を三代目阿部一家から、小笠原一家に改称。そんな小笠原一家は、弘道会の二次団体ではあるが、大きな勢力を有しており、北海道の中心である札幌にも、系列組織が多数進出している。平成6年、舎弟頭に就任し、執行部として弘道会の屋台骨を支えた。平成17年、高山清が弘道会の二代目に就任すると、小笠原は、二代目弘道会では副会長を務め、後に最高顧問に就任。その後、小笠原茂美は、弘道会の行く末を見守っていたが引退している。